ウォーターマーブルとはネイルアートの一種。ネイルラッカー等を水に数滴を落とし、マーブル状の模様を作る。水面状に出来上がったマーブル模様を爪の上に乗せて作るアート。ウォーターマーブルネイルアートは1990年代半ば日本のプロネイリストによって考案、著作され、その後東京に広まり、東京から日本全国に広まったと考えられる。 2010年代でも、紙コップと爪楊枝を使ったオリジナル技法は依然、健在で、その名とその技法は、日本から欧米や南米にも知れ渡り、最も有名なネイルアートの一つである。千葉県千葉市、千葉資本の専門店ビルセントラルプラザ内のネイルサロンにて、ネイル講師兼ネイリストとスチューデントネイリストが、来客に見せるためのネイルアートのサンプルを作っていた。 ネイルアート用ブラシの洗浄のため用意していた紙コップの水入れにネイルアート用絵の具を一滴落としてみたところ水面に浮かんだネイルラッカーを水入れに落としてみても同じような現象が起こった講師圏ネイリストはネイルラッカーを数滴落とし浮かんだ色をオレンジウッドスティックで混ぜてみたところマーブル状の模様になった爪楊枝を使ってみたら より細いマーブル模様ができた。これをすくうように爪に乗せたところ、爪一面にネイルアートが施された。通常のマーブルネイルアートではなく、水を使うネイルアートなので、ウォーターマーブル、ウォーターマーブルネイルと名付け、そのネーミングと技法をスチューデントネイリストにサロン内のみで使うことでクレジットし、ネイルサロン店頭でオリジナルの新しいアートとしてメニューリストに加えた。 また、当時そのサロンで学び、働いていた、スチューデントネイリストにも、ウォーターマーブルを条件付きで、伝授した。後に、この技法を駆使し、ジェルウォーターマーブルにも成功している。しかし、違法にそのネーミングや技法を使い、収益、利益を得ている、ネイルサロンネイリストなどが多く、問題視されている。参考文献として、当時の専門店のチラシ、ネイルサロンの宣伝部分に、 各種ネイルアートのメニューとして掲載されていた。同じ頃、その後しばらくの間、日本全国の他のネイルサロン、ネイルスクールの資料、チラシ、情報誌などに、ウォーターマーブル、またはウォーターマーブルと察することのできる写真、文言などは一切ない。諸外国でもそういった文献はない。状況によるが、ネイルアートを施せるよう、爪は準備等を済ませておく。 紙コップ、皿などに水を入れる。ネイルラッカー数色を紙コップに数滴入れる。爪楊枝、またはスティックなどで浮いたラッカーをかき混ぜ、模様を作る。紙コップ、皿に爪を入れる。爪にマーブル模様が乗るよう、爪ですくうように指を水から出す。ウッドスティックで爪周りにはみ出た部分を取り除く。仕上げにトップコートかトップジェルで仕上げる。 セントラルプラザチラシなど、ありがとうございます。